本当に打ち勝てないし、立ち回りもできないし、クリアリングもできないし、何から何までこととか教えてほしい。難しいなぁ、そう言われると。まあ、まずは楽しむこと第一だけど、楽しくてゲームやってるから、で、なんか勝つことを目標にしたりとか、味方に味方旗取れようとか思うと楽しくないから、まあ、そういうことをまずやめるとこからですね。で、当たり前だけどすぐにはうまくならないんですよね、これがね。時間かかりますね、うまくなるにはね。まあ、人にその人によるけど、時間はどうしても、とりあえず毎日コツコツやることは必須だし、ちょっとプレイ見てないからどこを気をつけたらいいとか言えないけど、でもその勝ちにこだわらないことと、上手くなることを目標にしないことだな。これは一番だと思う。これを実践してるフレンドはマジで楽しそうに毎日やってるから、楽しそうに毎日やってることによって日に日に上手くなってるから、その人は。そこは大きいと思いますよ、僕は。味方が旗取ってくれない？マルチプレイヤーのゲームをやる上でね、みんな思うのはね、ノラに期待しすぎなんだよね。他人やし、コントロールできないし、しかも、下手したら日本人じゃない可能性もあるから、それなのに、こうしてくれとか、ああしてくれとか、求めるのは、ストレス溜まるよ。しかも初心者かもしれないしね、味方が。むしろもう自分一人で全部やっちゃうぜ、ぐらいの気持ちじゃないと。もしくはそんなに、もっと肩抜いて、気楽に、ゲームやったらいいんじゃないかな。いやでもね、なんか上手くなりたいとか、なんか楽しくないマップがあれだとか言ってる人、勝ちにこだわりすぎかなっていう風に、勝ちとかキルとか、なんか楽しむことを忘れちゃって、勝ちとかキルとか、そっち系ばっかに言ってて、それじゃあ FPS であんま楽しくならない気がするな、本当に。だって僕ですら上手くキルできなかったりとか、勝てなかったりする時があるのに、ね、常にそういうことを目標にしてやってると、まあ面白くないですよ。だから僕とか、やっぱり勝ちとかそういうの目指してないもんね。競技ルールはもちろん勝ちを目標にやるけど、こんなカジュアルルールなんて楽しむこと第一でやってるから、真面目にやりすぎない方がいいですね。本当に。味方旗取れよ、おいみたいな風にやってるのは一番多分ストレス溜まるし面白くないと思う。まあ、この試合は負けでもいいか、しゃあねえな、みたいな。それぐらいがちょうどいい。本当に。なんかフレンドと楽しく会話しながらやるとかね、それが一番楽しいかもしれないですけど、もうボコされようが、もうとにかくフレンドと雑談しながらやるでいいんじゃないですかね。本当に僕はもう そういうスタイルだから、そもそもイライラするわけがないんだよな。フレンドがずっと怒ってる、ああもうそういうフレンドはもうデリートデリートまではいかないけど、デリートでしょ。もう そういうフレンドいたら僕やらないけど、ね、一緒に。なやお前つまんねえわって言って、お前愚痴ばっかりつまんねえわ言って一緒にやらんけどな。まあその人とね、長い付き合いがあったりするかもしんないから、なんとも言えないですけど、僕だったらやんないっすね。一緒にやらんすね、それね。ちょっと弾欲しいな。絶対グレ来て死ぬな。うわー、ここにいたら 100% 死ぬのに。 100% 死ぬのに。いやー、そうだよね。そうや、そうや、そうや。怒るフレンド、暴言言うフレンドは一番嫌だよね。だからそういう人もさ、まあ根は真面目なんだろうな。怒るほど真面目にやってるってことだもんな。それじゃあな、せっかく楽しくてゲームやってんのに、時間もったいなくないって思うな、ほんと。ズシャー。3人乗ってる。エリアって1人でいいんですよ。そこいる。カッティーン。これ登れる。この辺見ると。削ったよ。やられちゃったか。ハーポ初心者の頃は、乗ってる人数多い方がね、早くんのポイントもらえると思うよね。まあ、それはわかる、確かに。この感覚はわかる。でも1人でいいんですよね。あれ？これってあの、あれ？これ伝説のあのリスじゃない？治ってないのこれ。治ってない、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 治ってない。これ治ったって聞いたんだけど。治ったって聞いたんだけど、リス稼ぎだ。はい。キル稼ぎ今できるぞ、これ。今のうちだ、今のうち。
おおおお、いつまでいつまで、まだ行くのこれ。おお、まだ行く、まだ行く。おお、やべやべ、よし、核狙うぞここから。よし、あー、いけるいけるいける。ワールドファーストワールドレコードって言って、ニュークリアーって言って、いや、これ出すぞ俺。ひどい、これは抜けていいよ、敵さん抜けていいよ、これ抜けた方がいいよ、こんな。このマップのあれ治ったって聞いたんだけどな、復活した？まさか、もしかして、まさか、そのまさかある？あの、このモードだけさ、なんか実験的みたいな、実験的ルールですって言ってたけど、マップのアップデート、このマップルールだけされてない説はないか？これもしかして。だってこれすぐ治ったよな、確か初日かどっかで。実験的なってそういうこと？いや、違う違う違う。このモードは、敵にほら、ハイライトが映ってるっていう、そういうモード？こういうのも笑ってすね、楽しめるぐらいがちょうどいいですよ。え、あの瞬間だけっぽいな、あのリス、あのエリア、あのリスの瞬間だけっぽいね、これだいぶ。僕のフレンドも8年、9年ぐらいの付き合いになる、ほぼほぼ毎日ディスコードにいるというか、通話してるフレンドがいるんだけどさ、そいつはもうなんかね、お酒飲みながらとか、いろんなゲーム、もうなんかフレンド同士みんな別ゲーやってたりするんだけど、同じ通話にいるのに。まあ雑談しながらやってたり、もう一人なんか筋トレしながら、筋トレしてて、ツバいたりとか、オーバーウォッチと、あとなんかディアブロやってる中、一人は筋トレしてるみたいな、そんな通話だったりしますね、僕の周りの船は。船のディスコード、それが9年8年ぐらい続いてますけど、リアフレより友達やな、もうリアフレより、うん、合っとるわ、多分喋ってる、まあ、リアフレ全然いないんですけど。いやー、今の構え直さない方が良かったな。あ、これあのリスじゃないか、まさか。これあのリス知ってない、これ。え、生まれるんじゃねえか、たー。来たー。え、来た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 、よし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 、やばい、これ位置悪い、さっきより位置悪い、さっきより位置悪い。あ、でもさっきより位置悪いけど、スカベンジャー回収できる、これ。あー、終わっちゃった。やっぱリス、エリアの問題か、これ、エリアの問題だ。エリアがあんま取れなかったな、この瞬間。さっきの、このエリアの時に、全然エリア取れなかったな、多分これ。タクティカルパッド、そうね、タクティカルパッド強い。けど、ベータより弱体化をされてるから、どうなんだろうね。めっちゃ必須っていうわけではなくなったけど、でもやっぱりつけてれば強いぐらいになったかな。ほい。ほい。すごい。流れるような。流れるようなキル。止まらない、止まらない。もうまっすぐ。